私たちの周りには生命が満ち溢れています。この惑星には何百万とも言われる種類の生命が住んでいます。それらが生きている環境や特徴、食物は様々で、この星の営みを作っているのです。私たちは間違いなく宇宙で最も驚くべき現象の一つなのです。あなたの胃や腸の中でさえ、生命にとって過酷な世界にもかかわらず、さまざまな細菌が生きています。そのような体内でも、塩分の多い湖でも、わずかな水の中にも、生命はその環境に合わせ、長い時をかけてこの惑星を住みよい世界に変えていきました。何十億年も前に地球上で始まったこの営みは、遺伝子によってその貴重な記録を残してきたのです。生きているすべてのものに存在する遺伝子、もちろんそれは私たちの体の中にも。私たちは母なる星地球を飛び出し、新たな視点で世界を見ることができるようになりました。そして太陽の恵みによって地球のすべての生命が育まれていることを、私たちは改めて認識したのです。しかし、これら生命はどのように生まれてきたのでしょうか。地球を越えて宇宙にも存在するのでしょうか。もしかしたら別の惑星にも。生命の存在そのものが私たちに問いかける謎です。今日は時や空間を超えて、宇宙の奇跡ともいえる生命の探求の旅へ出かけることにしましょう。ようこそ、生命の不思議な世界へ。宇宙の生命にとって今はとても豊かな時代にいます。地球のような惑星や生命を作るために必要な材料が至る所にあるからです。しかしそれは宇宙が生まれた時から揃っていたわけではありません。最初はごく限られたものしかなかったのです。今私たちが息を吸うための酸素はもちろん、あなたの体を作る炭素もありませんでした。ではそれらは一体どのように生まれてきたのでしょうか。宇宙に満ち溢れる物質を作るきっかけとは何だったのでしょうか。それではこれから時間を遡り、その始まりを探っていくことにしましょう。宇宙が誕生して間もなく、最初の原子が生まれました。水素とヘリウムです。今日でも
これらの原子が宇宙の物質の大部分を占めていて、新しい元素を生み出すための必要な材料となっています。これらの巨大な星の主な燃料は水素です。この星の中では酸素やリンといった原子が生み出されました。また次の世代のより小さな星たちでは、水素やヘリウムを燃料として炭素や窒素などを生み出していきます。宇宙船と呼ばれる高速で移動する原子が他の原子と衝突して、携帯電話に欠かせないリチウムやヘベリウム、酵素を作り出しました。最近ではコペルニシウムやアインスタイニウムといった新しい原子を人間自らが作り出しています。さらに巨大な星の最後となる超新星爆発によって、星の中心で作り出された鉄や金をはじめとしたさまざまな原子が宇宙空間に放たれていったのです。これら宇宙の活動、星の生と死や宇宙船、そして宇宙の誕生そのものが生命の材料を生み出し、今日存在する物質を形作ってきたメカニズムなのです。これら原子の中で地球上の生命の指紋ともいえる6つの元素があります。炭素、水素、窒素、酸素、リン、硫黄。元素記号の頭文字を取ってシュナップスと呼ばれています。私たちはこれらを有機分子と呼び、生命の活動を可能にするさまざまな化学的な組み合わせを作っているのです。有機分子は水に溶けると無数の組み合わせを作ることができます。そこから膨大な情報を暗号化して保存するという DNA をはじめ、非常に複雑な化学的な物質が地球上に生まれました。さらにこれらが長い時間をかけて結合しやすい環境を作り、生命誕生に重要な役割を果たしたのです。今、この瞬間にも何百万という細胞があなたの体内でメッセージを読んだり翻訳したりしています。このメッセージは私たちの DNA によって変換し保存されているのです。しかしこの DNA はウイルスによっても編集されていきます。ウイルスはまるで生きているように見えますが、生命には分類されていません。私たちは生命について知らないことがまだたくさんあるのです。では他の惑星には生命はいないのでしょうか。生命は地球上にしか存在できないのでしょうか。隣の世界の秘境には一体何が隠されているのでしょう。火星に生命が存在する可能性はあるのでしょうか。火星探査ローバーキュリオシティは火星の過酷な環境の中で走行し、
その生命の可能性を探る大型の科学実験室です。その主な使命は赤い惑星の情報を集めて地球に送り返すことでした。火星の大気中のガスや土の成分、表面の水の量などこの惑星の神秘的な過去を調べるのに役立ちます。さまざまな科学機器、岩石を調べるためのレーザーなどによって得られた情報は、かつては川や海があったこの世界をより詳しく理解することができるはずです。遠い昔、火星に生命がいたのでしょうか。現在も存在する可能性があるのでしょうか。キュリオシティはさまざまな岩石サンプルを調査しましたが、生命体を発見できませんでした。しかし、その中のいくつかから高濃度のメタンガスが検出されたのです。メタンとは炭素と水素からなる有機分子です。地球上での主な自然発生源は水分を多く含んだ土など酸素の少ない環境に生息する微生物の活動です。火星の特徴は地球と同じような季節の変化や日の長さ、有機分子、凍った水など将来の生命の発見に有利な環境があります。この世界を粘り強く探査することで、もしかしたら生命に関して何かの発見があるかもしれません。生命と宇宙に浮かぶ小天体には密接な関係があります。地球が形成される以前から生命にとって不可欠な大量の水がこれら小天体の岩石に含まれていたからです。実際、地球の表面にある水の多くはこのような小天体、彗星によってもたらされたものです。生命にとって優しい環境ではないにもかかわらず、彗星は太陽系で利用可能な多くの水と有機分子を運ぶ乗り物なのです。その他にも意外な場所に生命の可能性があります。衛星です。巨大なガス惑星をめぐる小さな世界には生命の魅力的なシナリオが隠されています。例えば土星の衛星エンケラドスは地表から水蒸気と氷が噴出しています。直径わずか500キロメートルの小さな衛星は私たちに大きな疑問を投げかけます。太陽からこれほど遠く、寒いにもかかわらず、なぜ衛星から水が噴き出てくるのでしょうか。この間欠泉は衛星の内部から噴き出ており、この中心にある核の熱によって温められた液体の海があると考えられています。このことは海のような生命に必要な環境が地球以外にもあることを証明しているのです。同じように木星の衛星エウロパの内部にも水があると考えられ、その量は地球をはるかに超えると言われています。これらの衛星の海には生命が形成される前の地球と同じ
同じ条件が揃っている可能性があるのです。エンケラドスやエウロパのような衛星は太陽系内で生命を探る挑戦的な世界と言えるでしょう。土星最大の衛星タイタンには液体のメタンの雨や湖などがあり、生命にとって危険な状態ですが、濃い大気を持っているという特徴があります。これらの環境を調べると、太陽系は非常に変化に富んだ世界であることが分かります。この他にも200を超える世界が太陽系にはあるのです。他の星ではどうでしょうか。私たちの住む天の川銀河には何千億もの星があり、太陽はその一つでしかありません。そこには無数の惑星や衛星があり、その中には生命にとって好ましい環境がきっとあるはずです。地球の2倍くらいの岩石惑星スーパーアースには、地球よりもはるかに多い水と有機分子を豊富に持っている可能性が高いのです。さらに太陽系外の衛星エクソムーンには、生命にとって素晴らしいチャンスを与えてくれるかもしれません。宇宙には数えきれないほどの星があることが分かっていますが、その周りにある惑星や衛星の数を想像してみてください。地球以外にもきっと生命が発生しているはずです。そして今生まれつつある新しい世界にも生命が誕生する可能性があるはずです。この天の川銀河は数千億とも言われる銀河の一つでしかありません。しかし私たちが今見ている物質、月や惑星、輝く星々、銀河は宇宙に存在するすべての 5% に過ぎないのです。残りの 95% はダークマターとダークエネルギーでできているようです。私たちを作り上げている原子は、実は宇宙に存在する物質の中で異質なものだったのです。宇宙の進化と時の流れによって、地球のような惑星に生命が誕生しました。この広大な宇宙において、私たちはある可能性を表しています。セーガンとフランク・ドレイクは宇宙に向けて電波信号を送信しました。わずか210バイトのメッセージは、地球やそこに住む人類、太陽系に関する情報を伝えます。それは宇宙という大海原に流された小瓶の中のメッセージ。
もしかしたら誰かが拾ってくれるかもという期待を込めて。この旅を通して私たちはすべて同じ法則によって宇宙は支配されていることを知りました。星の中で作られた原子から生命が生まれてきたこと、衛星の海や地球のような惑星には生命に適した条件が整っていること、宇宙のこの豊かな物質は星の生と死のようなメカニズムによって進化してきたこと、地球で生まれた生命も絶滅や誕生を繰り返し、より複雑なものへと変化していきました。地球のように有機分子が進化する可能性のある海の環境は宇宙ではそれほど珍しいものではなさそうです。私たちは宇宙の一部、あなたは宇宙から生まれてきたもの、体の中には宇宙が広がっているのです。そして遺伝子の記憶が呼び覚まします。ここが生命の不思議な世界であることを。